令和の時代に実は世界征服ものがあるんですけども、僕らはそれを世界征服ものとして認識してなかったんですね。えー、何かっていうとですね、えー、これですね。昭和の時代にはですね、まだそんなことあるんじゃないのかというふうに思われたんですね。えー、世界には何か裏側から手を回して、えー、いいようにこの世を操っているやつがいるんじゃないかと。特にあのベトナム戦争なんてその。 まあまあ、結果だけ見たら、ええー。 貧乏なベトナムの農民ととアメリカ軍と戦っているわけですよね。で理屈で考えたら戦う理由実はどっちにもないんですよ。もともとあれはインドシナ戦争というやつでですねそのフランス領インドシナの独立運動であってですねフランスとなんかベトナムのですねなんかこう抵抗勢力が戦っているようなところに途中でなぜかアメリカが介入してきてでフランスはいつの間にかいなくなってでベトナムは2つに分かれちゃって。 でそ,そこでですねアメリカ軍がなぜかあの最新兵器をですねどん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 投入して戦うわけですね何が何かわかんないんですよ。なのでこの頃からですねその第二次大戦の頃までは正義と悪意だものがはっきりしてて戦う理由があったとつまりナチスナチスドイツだ日本のファシスト政権だが世界の民主主義に対して戦いを挑んできたので民主主義を守るために えー、連合国がですね、えー、手を組んで戦ったというです、ねまあ、これ本当か嘘かあどれぐらい正しいか置いといてまだねその流れっていうのをそのちゃんと分かるようにです、ね、誰もが納得できるような形であったんですねところがこのベトナム戦争っていうのは全くその流れに乗ってないんですよね。流れが普通の人に分かんない。なので 実はあれは戦争の商人武器商人というのがいてその武器を使わせるためにアメリカの軍事産業が小さくならないように煽り立てて必要のない戦争を世界中で起こしてでそういう世界を裏で操っている例えばそれはロスチャイルドとかですねそういう財閥かもしれないしもしくは僕らが名前も知らないような,なんかこう秘密の悪の組織かもしれないし。 そういうようなところが戦争を煽ってるんだっていう陰謀論が。あのベトナム戦争あたりからすごい流れたんですね。でそれが多分いまだにこうずっと続いてるんですよ。陰謀論っていうのはなくならないんですけども。第二大戦の頃まではそんなになかったと。第二大戦の頃は敵味方がはっきりしてて。なんで戦うのかの理由がわかっているから。ところが第二大戦以後のあの世界では。 なんでこれ戦ってんのと今のそのロシアのウクライナ戦争もそうですよね。今一生懸命そのロシアの専門家のあの例えば小泉さんとかがですねテレビに出てロシアはこういうかあの感じだから国民性だからっていう風うに説明するんですけどもなんであ,あの戦争に誰の得があるのかもよくわかんないわけですね。どこに正義があるのかもよくわかんないので陰謀論みたいなものがずっと流れてくるんですけどもそういう風なものがあったので世界を裏で悪に向かって 破滅に向かって混乱に向かって追い込んでいく秘密勢力があってでそれが、えー、我々人類をですね滅亡に向かわせるんではないのか破滅に向かわせるんではないか混乱に向かわせるんではないかでいつか悪の組織がその世界統一をするんではないのかっていうのが、まあ、昭和の大きいですねこのドラマの作り方だったわけですね。で実はねこういう悪役や世界征服って最近見ない。 ですよね、平成になってからあんまり見なくなって令和になったらですね全く見なくなったとあの今ね「鬼滅の刃」もそうなんですけどあのヒットしたあの過去10年ぐらいのやつで世界征服とかですねなんかそういうものをです、ね、真面目に真正面からやってる作品ってね僕知ってる限りないんですよね今あるかな。 えー、そうですねまあ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 見ないですよね。鷹の爪 ギャグになっちゃうんですね。世界征服をやるつもりっていうですね。あと、まあまあまあ、あの、ハイオレーニャルコさんとかですね。いろいろですね。なんか、世界征服とか、人類破滅を言うのは、すべてギャグの方になってしまってるわけですね。あの、現在という時代は、その昭和の悪役、昭和ヴィランがいなくなった。ある種、僕は、あの、寂しい世界なのでですね。ヒーローものが、すごい作りにくいんですよね。絶対的な敵が作れない。なん、せ、あの、世界征服だっていうのも。 変だし、僕らの世界でででは登場できなくなくったんですじゃあ世界征服物は終わりなのかと、えー、違うんですよ。令和の時代に実は世界征服物があるんですけども僕らはそれを世界征服物として認識してなかったんですね。えー、何かっていうとですね、えー、これですねドクター・ストーンなんですよ。ドクターーストーンってね。 世界征服ジャンルなんですよ。合理主者とわ、ね、からないように人類が一回滅亡してで必要な人間を少しずつ生き返らせるところから始まってるから割とね世界征服って気が付かないんですけども、えー、この主人公のですね、えー、やってることですね旋風やってることって合理主義と科学主義のみを正しいこととして でそれに反する人間たちを次々と合理主義科学主義で従えて、えー、共通の敵に向かってですね えなんか月の向こうにいるだろう共通の敵に向かってですね戦いを進めていくっていうですね割とね悪いことやってる <laughs> 悪いことというか昭和の時代だったら悪役がやるようなことをですねガンガンやってるんです熱く書いてるからそんな気がしないし割とあの人道的には少なくとも悪いことしてないのであのいいことみたいに聞こえるんですけどもですねえ世界征服ものなんですね。 そんな問題は起きなかったんですけども「ドクター・ストーン」ってね実際にリア,リ,リアルにちょっと考えたらですねえらい問題を抱えててですね僕はそれをです、ね「読み様問題」と呼んでるんですけども「バビル2世」っていうです、ね、昭和の漫画アニメがあってです、ね、その中で出てくる悪役で様い、ま、いうのがいるんですね。でこの「読み様、ま」がめちゃくちゃ、ね、気の毒な人なんですよ。 であまりに気の毒なので分かりやすいように僕はこの世界征服は可能かの中で見開きページで,です、ね「よみさますごろく」というのを作ったんですけどもまずみ様はですは、ね、世界征服するためにチベットにです、ね、基地を作っているんですねでそこにです、ね、後にライバルになるバビのヌ2世がやってくると「で、「あんたが読みか」って言ってですねバビのヌ2世が言うんですねここがスタートです。 で、バビリンをちゃんんと誘うんですよ。どうだい私と手を組まんかと私とお前が手を組んだら世界成功することは可能だって言ったらバビリン星がですねちょっと考えますって言うんですね。 しかしですね、冷たい目をされるんですね。で、あの目は俺と戦うことを決意した目だということですね。確かにその通りですね、やられるんですね。嫁様、ま、とか、えー、襲われてですね、もうこの基地はダメだとよしみんな逃げろとか言ってですね、基地が破壊されるんです、ね、せっかくチベットのお口にですね、世界征服のための基地を作ってたのに破壊されてですね、もう悔しくてしょうがない。悔しいですね。クソクソ、バビル2世目って言ってですね、その後、 別のところに作っていた本格的な科学基地ですね。人類を征服するためにですね、えー、腕が何本もある人間とかですね、あと、えー、なんだろう、政治家とか人間そっくりに作ったロボットみたいな人造人間も作ってたんですけど、それはもう全て破壊されてですね、ヨミさんも本当に自分の基地を大事にしている、部下を大事にしているのに全部やられてしまって、最後、雪崩で死んでしまうんですね。えー、雪で雪崩に追われて死んでしまって、えー、その後も平和がやってきた。地球は何事もないように思えた、みたいになるんですよ。 しかしもうね次のページで復活するんですねヨミ様が今度は宇宙から来たウイルスにですね、えー、体が侵されてその代わり、不老不死とあと永遠ものすごいパワーを手に入れるんですねだからヨミ様こういうカプセルに入ってないと部下にそのウイルス病気をうつされちゃうんですよでもものすごい能力を持ってるんですよねで、えー、バビリン政とそれでもう一回戦い生き返って戦うことを決意するんですけどもすぐ疲れて寝ちゃうんですよねでゆっくりお休みくださいっていうふうに部下は ガラスの向こう、あの病気にかかるんで、ガラスの向こうから、部下ゆっくりお休みくださいって言うんですけども、すぐ起こされるんですよ。ヨミ様、助けてくださいですね。ヨミ様、バビリン世が現れましたって言ったら、すぐ叩き起こされるんですよ。ですぐ叩き起こされたら、ヨミ様がもう起きて、頑張るしかないわけです。ね。あの、部下たちではですね、どんな化学兵器を持っていても、バビリン世が一人で乗り込んできて、すごい超能力を使い出すと、もうヨミ様の超能力でしか戦いようがないんですね。で、 それでですね、バビリン2世にだん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 何回も戦って追い詰めてきてもう死んでもいい、頑張ると言うんですね。ここで俺が負けたらもうバビリン2世に負けだと。それはもう俺が二度と世界征服をできないことを意味すると。それは私にとって死を宣告されるのも同然だと言って頑張るんですね。で、えー、そんな頑張りすぎるからすぐ、まあ、弓様休んでくださいって、部下は言っ,言ってくれるんですよね。今の弓様には昔の力はもうないと。できるだけ休んでいただくしかないんだ もう黄泉様ね。あっという間に体がボロボロになって老人になってしまいまで休むんですよ。しかし、攻撃されたらすぐ叩き起こされるんですよね。<laughs> 叩 お前はヨミ様を起こしてこいはということでヨミ様,様を助けてくださいってすぐ部下が起こしに来るんですよ。でその結果また基地が破壊されてもう最後に言うのはこれですよ。俺は自分の作った基地で静かに眠りたいって言うんですけどヨミがバビリン先生とずーっと戦って連載連載何年もして最後の結論が「静かに眠りたい」と「自分の基地で眠らせてくれたら大好きな自分の基地で眠らせてくれ」って言ってえー 北の海で眠るっていうのが終わりになるんですけども、まあ、これが「読み様すごろく」ですねはい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 で、ギャグに見えるかも分からないですけどこれ本当に「バイブリンズ」で中でずっと展開してるやつでで基本的にそのドクター・ストーンってこの問題を書いてないんですよ。 あのね、誰か一人超優秀なやつがいてそいつが全てを握っている。もちろんヨミ様にも部下に優秀なやつがいてでロボットを設計するやつとか,なんか工場をやるやつとか戦闘員もですねヨミ様に匹敵するような能力を持っている超能力を持っている戦闘員もいるんですよ。それは戦空の部下とか戦空のライバルで仲間になったやつで有能なやつがいるのと同じなんですけどところが戦空この主人公がいなければ もうあの実はこの戦空の戦い世界征服というのは完了しないんですね。でこいつ一人の頑張りにすべてが。 そのかかってるわけですね。まあ、戦空が読み様だとするとこの世界の中のバビリン2世は司というやつなんですけどね高校生ですごい身愛能力を持っているやつっていうなんかそれとの戦いが前半のクライマックスになってるんですよ。で後半はですねそのドクター・ゼノって同じ科学力を持っていて同時に軍事力を持っているドクター・ゼノっていうやつを戦ってこれがすごいしんどい戦いになってくるんですけども両者ともにいわゆる戦空さえ殺せばっていうところにあまりお話がいかないですね。時々 行くバビル2世のようにですねとりあえず読みを疲れさせたら読みを倒しさえすれば、えー、何とかなるだろうという話に持っていかなかったんですよね。でもしこれあのうーん戦空が、えーまあ、地球の危機みたいなものを回,回避させて、まあ、ネタバレになっちゃうからあんまり言わないんですけどもえー 地球人類を全部石化化石化しているところから開封してどうなっちゃうのかっていうと多分その価値観の複雑さを先空は処理できないんですね先空はそのイスラム教徒をどう扱うのか復活されたと復活させた後のアーミッシュをどう扱うのかですねアメリカでいわゆるその近代文明産業文明以降の文明を全部拒否している教団の人たちアーミッシュというのをどうやるのかと。 エホバの商人なんていうのは近代医療を否定してるわけですから自分の子供であっても例えば輸血は受けさせないということで神に祈るということをやってですね見殺しにしちゃう結果的に見殺しにしちゃうことになるんですけどもそういう人たちを扇風は彼らの信じてることだといって許せるのかというとあの漫画の中で描かれている扇風のキャラクターとしては許せないはずなんですね。 なぜかというと、科学と合理主義がすべての上に立っている世界統一、世界征服をしたからなんですよ。でも、そこまで行かずに、漫画がちゃんと終わってくれたから、この問題にタッチしなくて済んだんですけども、戦空の思想で、 じゃあ,あの、世界征服をした後、人類復活を成し遂げた後、人類はもう一回平和になるのかというとトマス・モアという人がです、ね「ユートピア」というです、ねえーまあ、小説ですよねあので書いた通りですね「多数の価値観があればそれは世界統一ではないと」と真の平和というのはたった一つの価値観たった一つの宗教でこの世界が一つになっていて人々が自由を感じない。 それがトマスモアの考える世界平和のユートピアの定義だそうですけどの、というなんか世界なんですね。なのでですね。もうあの悪のいない世界が僕らの世界なんですよ。で、えー、もうトップガンも悪がいなかったですね。トップガンマーベリックもですね。誰が悪いのか、誰が戦争を起こしているのかというのを描かないまま映画作るしかないし、最近の007もですね。スペクターというのがあったんですけど、それもなんかちょっと時代錯誤であんまり。 内面を描かない組織の内部を描かないまま終わっちゃったんですよ。で、誰も世界征服を目指してくれないからですね。エンタメがね。成立しなくなってしょうがない。だから、俺あの新仮面ライダー来年のがですね。すごい楽しみ。なのは、この問題点をどう扱うのかなんですよ、ね、本当にこれをね。あのどうにかしないとお話が成立しないんですよ。あの理不尽以外を敵にできないんですよで。 考えてみれば、新シリーズって全部理不尽を敵にしてるんですね。例えばその、えー、エヴァンゲリオンとかですね、新ゴジラ、新ウルトラマンっていうのはですね、直接的な敵がいて、これと戦うっていうのはあまりやらずに済んでるんですね。だから、エヴァンンゲリオンもやっぱり、 この世の理不尽みたいなもの世たもが相手だしシン・ゴジラも理不尽の象徴としてのゴジラが日本に現れるということだしシン・ウルトラマンもです、ね、一応外星人ということで敵みたいなものが現れるんだけども決定的な対立になる前にその外星人がそのなんだろうなあこれはもう利益にならないなといって帰ってくれたりもしくは武器がやられたことで侵略そのもの光の国がです、ね、地球をなくすということ自体がナあナあになって終わるんですね。 敵がものすごい設定しにくい。ところが、新仮面ライダーはそうはいかないんですよ。あの、もう予告編でね、蜘蛛男とか蜂女が出てきちゃってるわけです、ね。じゃあ、蜘蛛男とか蜂女は誰が改造したのか、その目的は何なのかということで,ですね。ショッカーというですね、地球征服を企む悪の組織を設定せざるを得ないんですね。もう設定せざるを得ないんだけども、それをどう描くのか。もう本当に昭和の通り、世界征服を企むで。 押し切っちゃうのかもしくは相変わらずこれはもう新シリーズだからそのショッカーとは何かっていうと「理不尽です」っていうふうに下げちゃうのか「正体は分かりません」っていうふうに逃げちゃうのかってもうねあの確率半々だと思ってるんですけどまあ、かなり楽しみなんですね。